て酔うよねたまに乗るのでもいいね。アングルがタクシーとか乗用車と違うじゃない。だからこう高い目線でああいう歩道の木とかね、花とか見るのすごい楽しみなの。今日は梅雨の風景を見つけに行きたいと思います。多国籍というかさ、どこの国ともない感じがするのね。私実は日本から出たことがないんだけど、その分まあ空想癖とかがあるから、いろんな国のこうガイドブックとか見たりして、やっぱりああいうアメリカとかのねガードしたとかとこうねリンクさせたりするの。バス酔いする人すごいね。そうだよね。あ、ドクダミだ。ドクダミ。わあすごい真っ白なねえ、こんな感じで、いやー真っ白い壁ってなんか湘南っぽいよね。ちょっとね。うん、これさ朝顔ってこの季節なんだっけ。そうだよ。そっか、やったやった、朝顔の観察やったね。クレヨンとかクレパスで描いた気がする、あの朝顔の観察機みたいなの。いやー気持ちいいね。やっぱ日陰だとどうしてももう太陽の下だとさすがに暑い時期、晴れの日なんかは。あれ？ってかさ、どこに橋があるの？あそこに橋あるよ。 あれだ、ちょっと行き過ぎた、逆だったわ。え？はい、どうぞ。いいっすか、うん、あ、でもこっから来ちゃったから別にこっから行ってもいいか、いいや、うん、ありました。味噌でもしなっちゃってる。暑いんだね、かわいそうに。花の色によってさ、土のがアルカリ性だとかなんかわかるんだよね、アジサイって。白は何ですか。わかりません
あ、こっちほらブルーですよ。同じくしなっております。いやで見て見てお花、これさ、顔みたいだよね。おっさんの顔みたいじゃない？ おじさんの顔みたいじゃない？言い直してみました、すみません、ポリポリ。旧関口町、昭和41年ってことは、1966年か。行きましょう。あ、鯉がいる。でかいね。あの、見て、手前側のとてもどでかいでしょ、あの鯉。奥のが多分標準サイズですよ。奥の方にいる鯉が。ですよね。すごい、何歳ぐらいだろう、あのくらいの大きさになると。いやでも食べたいと思わないね。食べたいとは思わない。でも鯉料理って美味しいものは美味しいんだよね。ブラックバス料理も美味しいんですよ。フレンチなんだけど、ムニエルみたいな感じなの、ブラックバスの。美味しいですよ。でもちゃんと何、土臭さみたいなのを調理法で取ってるからでしょうね。あ、橋だ、橋見て、大滝橋、大滝橋ね。すごい、気持ちいいね。修行です。何段階で、何段だろう、数えてみようか。 1,2,3,4 42段登ったところで問題です。この階段は、合計で何段あるでしょうか。43,44,45。124、125。はい、答えは126段でした。きつい。関口教会です。丹下健三さんの作品です。代々木体育館、あと都庁もそっか。私は丹下さんの建築物が大好き で、なおかつクリスチャンではないんだけど、たまにこう自分を冷静に見たい時に教会とか来たりするんだけども、ここは本当に時々訪れます。本当にちょうど椿山荘、道路を挟んで椿山荘が向かいにあって、教会があってっていうような形なので、観光の方なんかが多いんですが、ぜひね、一度、逆にこう都心に住んでる方の方が何か機会がないと訪れないかもしれないのでね、もしよかったら機会があればぜひ、こちらにいらしてみてください。椿山荘に来てしまいました。一旦関口教会に寄ってから、今日の終点ですかね。アジサイありましたね。まだね、少ししか咲いてないけど、でも、あ、すごくいい色。いい色だね。あ、本当にいい色。
ああすごい。モミジってさ、不思議なもんでね、春先初夏とかだと当たり前だけどね、グリーンだから気づかないけど、形はしっかりとモミジなんだよね。口かける時が一番何でも綺麗だったり美味しかったりするって言うじゃない。でもその新緑は新緑でやっぱり魅力があるよね。若い時にしか出せないパワーって人も同じだけどやっぱりあるのね。わあ素敵、すっごい、本当に風情があるね。五重の塔だ。本当不思議な国よね。向こうにはさ、洋式の建物があって、こっちに五重じゃねえじゃん。三重じゃねえか。お金ちょうだい。水面が、これは湧き水なのかな？多分そうだね。すんごい綺麗。はい。今日は雨じゃないけど、アメニティっていう曲があったと思うんですが、アベニューが鏡に変わるっていう歌詞があるんですけど、その鏡っていうのはね、まあ地面にアスファルトでもそれはレンガなのか砂利道なのか土なのかはわからないけど、雨が降ってこの水面みたいに光が反射して地面に落ちた水に光が反射して鏡に見える情景を描きたかったの。ウェディングドレス、タキシード、あ、ブーケを投げるところかもしれないよ。今日は思い切って外に飛び出してみて本当に良かったです。雨こそは降ってないけれども、やっぱり草木、花、今この景観に雨が降っていれば梅雨なんだなっていうことを実感できる、そんな景観でした。なんかお祝い事も近くでやってるみたいで、最後椿山荘で締めれてとても嬉しいです。こういうすがすがしい気持ちでまた新しい曲を書きたいななんて思いました。また一緒に外に飛び出してみましょう。